はいどうもこんにちは。今回はスペシャルウィークを史実3区のみで系統確立させます。通算成績17戦10勝、 G1 を4勝、ダービー春秋グランプリ制覇の名馬です。種牡馬としてはブエナビスタ、シーザリオといった名品王に、シーザリオからはファネイアやサトルナーリアなど、その他にも母父としては多数の活躍馬を出していますが、直系の後継は多くありません。ということでウィポ10に登場する史実3区をうまいこと活躍させて、スペシャルウィーク系統を確立させていきます。スペシャルウィーク。1995年生、98年黄金世代の一角で、最近はボーゲームの主人公としてさらに知名度が上がった名馬です。調教力の固有特性、熱血王道に加え、大舞台、本間距離他の優秀な特性を持ち、もちろんスピードとサブパラも優秀で、最強クラスのソロ98世代の中でもトップで戦える実力です。クラシック三冠制覇の難易度も高くなく、最高評価1500万円での種牡馬入りは難しくありません。各馬生産を狙うなら特性を厳選するのもありですね。サンバレンティン。2001年生、スペシャルウィーク初年度3区、現役では福島記念と七夕賞で重賞2勝、初期能力は高くありませんが、遅め持続の成長型で時間をかけて育成が可能です。敵距離がマイルから2000であり、ローカル得意の特性を持つため、ローカル重賞で活躍が適正です。育成の際は特に最低ランクである賢さと健康を挙げて、長く活躍できるようにしたいです。1歳下の前提インティライニよりも長く活躍できるので、勝ち星を増やして種牡馬入りさせたいところです。インティライニ。2002年生、 G2 を2勝、 G3 を1勝、さらに日本ダービーで2着に入ったスペシャルウィークの代表3区の1頭です。能力はそれなりに高いものの、とにかくギッグインパクト世代というのが最大の難点です。ギッグインパクトのいない2歳ホックフルエスや、精神力を上げて香港オーストラリアで G1 を狙うなど、無駄をなくすなら、とにかくギッグインパクトは避けて育成したいです。勝ち星を重ねつつ精神力を上げていけば、香港オーストラリアやディップインパクト不在の G1 はチャンスがあります。大隅大道。2004年生、2歳児に3連勝でデイリー杯を制し、朝日杯では1番人気2着に入りました。それ以降は良い成績を残せていないため、早熟型となっています。早熟の成長力ありなので、2歳の早い段階で重賞を勝てるかどうかにかかっています。うまくいけば2歳重賞をいくつも勝てそうですが、朝日杯では史実優勝馬のドリームジャーニーが立ちはだかります。成長型の問題もあり、 G1 のチャンスは朝日杯か NHK マイルカップになりますが、 NHK マイルカップにはラインクラフトが出走することが多く、 G1 勝利はなかなか難しいです。成長型のせいでピックでの出走チャンスも少ないので、史実強力馬の少ない G2、G3 を早めに狙っていくのが良さそうです。リッチザクラウン。2006年生、重賞2勝、ダービー2着、2008年伝説の新馬戦の1頭です。もちろん能力は低くはないものの、気象難で有名でもあり、気象は最悪の激、精神力と賢さが最低ランクとなっています。安定して走ってもらうためにも、史実調教で精神と賢さは開けておきたいです。高い能力のほか、距離適性はマイルから長距離付近まで対応しており、レース選びは苦にならなそうです。早め成長型でもあり、同世代では上位なので、立ち回り次第ではクラシック制覇も狙えるでしょう。なお史実で種牡馬入りしているので、放っておいても種牡馬入りはします。史実3区に UAE ダービーが千葉のクラウンプライドがおり、現実でも直径をつないでいく可能性のある1頭です。トライアンフマーチ。2006年生、重賞勝ちこそないものの、皐月賞2着のほか、多数の重賞で良績を残しています。成長型の早め持続を生かして、早い段階から育成をしていけば、マイル前後の距離で長く活躍できるでしょう。特性の健康一匹は G1 で発揮することのある特性で、叩き量化と合わせれば G1 で一発も十分あります。能力はあくまでも平均なので、狙うレースに合わせたローテーションを決めていきましょう。ちなみに母競泳マッチは自身も G1 馬であり、マルシロレーヌの祖母でもある名品なので、現役から持っておいて得な一頭です。枠があればぜひ。成田クリスタル。2006年生、新潟記念2連覇、小倉開催の中京記念も制したローカルの鬼です。もちろん特性でローカルを持っているので、ローカル重賞で実績を重ねながら育成できます。成長型は遅めですが持続型であり、
息の長い活躍ができるので、弱点である柔軟性と賢さを埋めていきましょう。ローカル重賞が地場にありがちなパワーが低めという欠点を補って、十分育成してから G1 に臨むのもありですね。ブリッツェン2006年生、7歳まで息の長い走りをし、5歳時にダービー強シティを勝利しています。お守りなしで入手できる子実馬で、能力は平均以下ですが、長く育成ができる晩成型という長所があります。健康は A で、特性タフネスも相まって多くレースに使うことができますが、成長段階での無理使いは競争寿命を減らすだけなので注意しましょう。厩舎の調教方針もスピード重視にするなど、しっかり育成すれば7歳あたりからは重賞上位でも十分に戦えます。長い目で育成していきましょう。あと名前がかっこいい、ファイアーフロート2006年生、4歳で京成杯オタムハンデを勝ち、地方に転球しながら9歳まで現役を続けました。スペシャルウィーク2006年世代のスプリンター枠です。ダート適性が×なのはなんとなく運という感じではありますが、仕方なく芝を走らせましょう。成長遅め型ですが、成長力は普通であり、元のスピードも高くないため育成はかなり難しいです。温泉施設での月末放牧などを駆使して競争寿命を伸ばしながらの育成は必須です。スプリント路線の層は少ないですが、1、2世代下からカレンちゃん、ロードカナローが出てくるとのチャンスです。適所を見つけて活躍させてあげましょう。ゴルトブリッツ2007年生、5歳で帝王賞を勝利した数少ないスペシャルウィーク3区の G1 が千葉です。もちろん特性に交流重賞後者を持っています。成長型は遅め持続型なので、所有していれば6歳以降も長く活躍できると思います。ただし一つ下の世代のスペ3区にほぼ同じ条件で走るローマンレジェンドが当たり、この世代のダート界はスマートファルコン、ワンダーキュート、ホッポタルマエ、コパノリッキ、エスポワール7、高能力を持った馬が多数のダート戦国時代真っ只中なのがかなり難しい要素になっています。交流重賞候補は無駄になりますが、狙えるレースの多い帝国入級というのも一つの手段です。レーブドリアン2007年生、 G1 馬レーブディソールほか重賞馬を3頭輩出したレーブドスカーサンクです。体質が弱いとされるレーブドスカーサンクで、本馬は菊花賞4着の半月後に亡くなっています。2010年の黄金世代と比べると能力は劣るものの、クラシックを走り切る距離適性を持っており、一花咲かせてあげたいという思いもあります。健康が最低ランクなので、牧場施設の牧草を用意してヨークから育成しつつ、低めのパワーも手術調教で鍛えていきましょう。早めの成長力ありタイプで、距離の融通も効くので、無理なく勝てるレースを選んでいきましょう。ローマンレジェンド2008年生、重賞4勝、東京大賞典を勝利した G1 馬です。ダート戦国時代としてはゴルトブリッツよりも厳しく、成長ピークど真ん中でホッコータルマエとコパノリッキーが壁になります。やはりこちらも米国入級という選択肢が上がってきます。特性では交流重賞に加えて本関係も持っているので、能力を発揮できるチャンスは多いです。強力な世代の中ではありますが、この馬の能力自体はかなり高い方ではあるので、しっかりと育成すれば日本最上位でも十分戦えるだけの実力はあります。アルムダッタ2010年生、2歳児に門別の交流重賞北海道2歳優勝を勝利しています。ですがその後の勝ち越しはなく、戦績もパッとしないので、早熟の成長力なしという最も厳しい成長タイプとなっています。元の能力もかなり低く、他に強力な馬がいなければ JBC2 歳優勝が狙えるかもしれませんが、やはりその後はかなり厳しいかもしれません。2歳からダート重賞が選べる米国でも能力的にかなり難しいです。一発を狙うなら出走できるレース全てに勝って、精神力をできるだけ上げて全日本2歳優勝での G1 勝利にかけましょう。ウィンフルブルーム2011年生、4歳で京都金杯を勝利、皐月賞や朝日杯で3着に入っています。早めの成長力ありタイプで、スピード値もかなり高めに設定されており、しっかり育成すれば十分な活躍をしてくれます。サブパラも比較的高めで、史実10勝1勝馬としてはかなり優遇されています。柔軟性は低く、距離適性の幅は狭いですが、マイルと 2000m が走れれば十分ですね。朝日杯や皐月賞、NHK マイルあたりは十分狙えますし、精神力を上げて香港を狙いに行くのもいいかもしれません。逆に、国内の小馬は怪物級が山ほどいるので、あまり手を出さない方がいいかもしれません。東方ジャッカル2011年生、9
菊花賞の勝ち馬で、スペシャルウィーク3区の牡馬で唯一中央 G1 を勝利しています。史実では3歳5月という遅いデビューからわずか4ヶ月ほどで菊花賞を制してクラシック馬となりました。種牡馬入りをしていますが、種付け頭数はそれほど多くなく、今後の活躍に期待したいところです。さて、ウイポでは遅めの普通型で、特性は騎競馬ですが、クラシック馬らしく世代では上位の能力を持っています。距離適性もバッチリなので、気合を入れて育成すれば三冠を狙うのも可能ですが、その場合は集団馬房は欲しいですね。他世代との対決は厳しいところもありますが、しっかり結果を残して好成績で種牡馬入りさせてあげたいですね。ということで、スペシャルウィーク3区の前日走史実牡馬の紹介でした。今回のプレイでは史実馬6頭が種牡馬入りした時点で固形等確率となりました。成長力、持続タイプが高評価で種牡馬入りしてくれれば、後がとても楽になりますね。今回紹介した3区以外では、リーチ・ザ・クラウンから2頭、直径史実牡馬が出ています。近景を通じてはしばらく消えることはなさそうな、スペシャルウィークの名前ですが、直径もぜひ頑張ってほしいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。